どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作ほやほやの映画、今日公開初日、ゴールドボーイですね、レビューしていきたいと思うんですけど、こちらね、先に評価額をつけていきます。大人の映画鑑賞料金2000円を上限に、この映画にならいくらまで出せるかということで、評価額をつけていきます。映画「ゴールドボーイ」評価額はズバリ、1800円名作。これはね、ほんとね、いや、これはね、すごかった。いや、マジすごかった。僕のチャンネルだと評価額1700円傑作、これはね、年に数本出るんですけど、その上がなかなか出せないんですよ。個人的に1700円傑作と1800円名作の間には大きな壁を設けてやって、かなり突き抜けていかないと超えられないようにしてあるんですね。僕の中でこちらゴールドボーイは、その壁を、ギリギリですけど超えてきてしまいました。おそらくこの映画ね、本作は僕の中で2024年ベスト映画に入ってくるとも、もうかなり上位に、もう上位は決定しているんじゃないかなと思います。今のところ暫定1位ですね。今年これを超えてくる作品が出てくるのか、もはや心配なほどなんですね。と言ってもね、あくまでもこれは僕の感想、僕の印象ですので、必ずしも皆さんに、それがね、反映されるとは限りません。人によってはこれ見て、そうなの？と思うかもしれない。でもあくまでもね、僕の感想ということで、僕の中ではね、ちょっとこの映画はね、突き抜けましたね。突き抜けた。原作は中国の作家、ズー・ジンチェンの悪童たちという小説で、日本でも翻訳版が早川ミステリー文庫より刊行されています。そして、中国ではバッドキッズというタイトルでドラマ化もされていて、こちらね、このバッドキッズ、アマゾンプライム会員であったら今、無料で視聴することができるんですね。調べてみたら全12話のボリュームとなっています。で、本作のこの映画のね、ゴールドボーイの映画なんですけど、監督はデスノート、平成ガメラシリーズなどを手掛けてきた、金子修介さんですね。この映画、見た後のね、この映画のまず感想というか印象としては、東野圭吾の白夜行をなんかもっとすごくしたような感じですかね。映画版とドラマ版の白夜行を見たんですけど、正直実写版はね、白夜行の出来あんまりよろしいとは思えないんだけど、とにかく本作は初めて白夜行を読んだ時の、迫真的な衝撃っていうのかな。特にね、この映画の終盤の展開はもう背筋がゾワゾワしてきましたね。この評価額を聞いて、興味を持ってくれた僕の視聴者さん、僕のチャンネルのリスナーの皆さんも少なからずいるとは思うんですけど、悪いこと言わないから、もうね、この映画に関しては一切予備知識を入れないでさっさと鑑賞することをおすすめします。もうできたらもうポスターも公式サイトも他の人たちのレビューもフィルマークスの評価も一切目にしないで、もうさっさと丸腰の小学生からカツアゲしたお金を握りしめて劇場に足を運んでください。この映画に出てくる少年たちのやってることに比べたら、カツアゲなんて大したことないから大丈夫です。この映画は一切の前知識、予備知識がない方が圧倒的に楽しめると思うんですよ。特に東野圭吾の白夜行、そして以前レビューして僕的にもこの映画で、このチャンネルで高評価だった中国映画「少年の君」が好きな人はね、もう絶対にこの映画ね、ゴールドボーイは外さないんじゃないかなと思います。何よりぶっ飛んだ衝撃を受けたい人にもね、おすすめしたいですね。みんながみんなね、面白いと思うかどうか分かりませんけど、おそらく僕のこのチャンネル、僕のレビューに共感することが多い方であれば、ゴールドボーイはね、外さないと思うんですよね。舞台は、今回この映画のね、舞台はね、沖縄なんですよね、沖縄市。
予告編などでは岡田将生さんが目立っていた感じがするけども、実質的な主人公は羽村仁成くん演じる中学校2年生の安室朝日くんなんですね。羽村仁くんって僕は知らなかったんですけど、リボルバーリリーにも出演されていたらしいですね。まあリボルバーリリー見てないんでちょっと知らないんですけど、そしてジャニーズジュニアなんですね。ジャニーズの男の子なんだ。朝日と同級生のヒロシ、そしてこのヒロシと血のつながっていない妹夏希ちゃんは偶然に殺人の犯行現場をカメラに収めてしまうんですよ。で、犯人は、その殺人の犯人は岡田将生さん演じる東昇です。彼は沖縄で最大の実業家の婿養子なんですね。で、彼はね、ある目的のために義理の両親、つまり自分の奥さんの両親を崖の上から突き落として殺害しちゃうんですよ。その一部始終を朝日たちがたまたまカメラに捉えてしまったというわけなんですね。で、この3人の少年少女、それぞれ複雑な家庭環境や問題を抱えている、まあ親ガチャ外れちゃってるわけですね。朝日は東を脅して大金を手に入れようと2人に言い出すんですね。中学2年生の彼は両親が離婚して今お母さんと暮らしているんですね。そのお母さんを黒木華さんが演じてるわけですけども、お母さんとの2人暮らし、お父さんはもうね離婚してもう他の女性と結婚していて、なおかつその女性との間に一人娘を設けていたんですけど、その娘は自殺をして亡くなっちゃっているんですよ。でもね、彼女の母親は娘は朝日に殺されたんだってね、ずっと主張しているわけですよ。そんな言いがかりをつけられて朝日と彼のお母さんはまあ辛い思いをしているわけですよね。だけどお父さんはすごく、この北村一輝さん演じるお父さんは朝日にはまあなんていうか、やっぱり離婚してね、朝日のことを思ってるんですよ。息子としてね、息子としての思いは強くて、なんとか彼には苦労させないようなね人生送れるようにって考えているわけなんですけど、でも朝日にとってはもはやお父さんは他人なんですよね。で、自分の朝日のお母さんはですね、今2人暮らしをしているわけだけど、朝日をきちんと大学に行かせようとして一日中働いてます。夜も眠れずね、睡眠時間を削って働いている。おそらくお父さんの援助を受けたくないと思ってるんでしょうね。で、朝日ですね、今の状況を変えるためにはお金が必要だと言うんですよ。世の中のトラブルはお金さえあれば大抵のことは解決できると。で、少年少女3人は東昇に接触して6000万円を要求するんですよ。1人当たり2000万円ずつ分けようってことなんですね。彼らは今のところ13歳、何をしたって捕まらない、少年法で守られているから大丈夫だってね、半分開き直っているわけですよ。でもね、東東も人を殺すことに何のためらいも感じない、もうガチなサイコパスなんですよね。だから当然一筋縄で行くような相手ではありません。ましてや朝日たち3人は中学生ですからね、厨房ですから。しかし学業も優秀な朝日はしたたかに東と渡り合っていくんですよ。やがて6000万円要求していたんだけど、朝日はその要求を撤回して、僕のお父さんと、離婚したお父さんと今の奥さんを殺してほしいって言い出すんですね。そうすれば間違いなく犯行現場を収めた映像を消去するからやってくれと。隠してサイコキラー東と少年少女3人の殺人計画が動き出します。彼らは本当に朝日のお父さん夫婦を殺すことができるのかみたいな、そんな内容でした。いやもうね、予告編見た時は岡田将生さん演じるサイコキラーに巻き込まれる、まあ、少年少女たちのストーリーだと思っていたんですけど、いやこれがね、そうもうとんでもないんですよ。全然違うんですよね。いやそれもなんかいい意味で裏切られたというか、思ったのと違う、先日思ったのと違う2本っていうね、動画を出しましたけど、あちらは悪い意味で思ってたのと違う、でもこちらは
思ってたのと、いい意味どころか、それをさらに飛び越えて突き抜けて思ってたのと違うっていうかね、自分の予想をはるかに上回った凄さというか凄みがある、とんでもない衝撃を与えてくれた映画なんですよ。確かに岡田将生さん演じるサイコキラーはもうね、日本スリラー映画史上に残る魅力的な最高ぶりでしたね。まあそもそも岡田さんってなんかいい人、こういう善良な青年よりもこういうなんていうのかな、サイコ野郎がとても似合うと思うんですよね。だいたい岡田さんって言っちゃ悪いけど悪そうな顔立ちしてますもんね。なんか常に悪だくみを してそうな、悪だくみを考えてそうな、そんな顔立ちしてますよね。ニヒルな笑い顔とか笑顔とかめちゃくちゃ悪そうじゃないですか。でもちろんイケメンさんなんだけど、変にヤバそうな色気も漂ってますよね。狡猾そうだし残虐な空気を醸し出しています。それでいて礼儀正しく振る舞えば魅力的なルックスから相手も好感抱くでしょ。もう典型的なサイコパスの特徴ですよ。デッドバンティーとかね、もうそういった感じの、もういわゆる典型的な魅力的なサイコキラーの特徴をね兼ね備えている、まさにそれをね具現化したような役者さんですよね。頭脳明晰なサイコキラーである彼は朝日たちを所詮ガキだからと舐め切っていたんですね。実はね、僕たち観客もそうなんですよね。もうこの3人の中学生たち、3人の中学生があまりにも純真すぎて、とてもあんなサイコパスに太刀打ちなんかできないからやめておきなさいってね、ヒヤヒヤしながら見届けることになるんですよ。いやいや、そのうち殺されちゃうよって。だってあのサイコキラー、ほんと普通に平気で人殺しますからね。それも計画的に、疑われないように完璧な方法で殺しちゃいますからね。えだからもうやめときなさいってね、ヒヤヒヤしながら見届けることになるんですよ。でこのサイコキラー東もですね、朝日たちの中学生らしいピュアな、中学生らしい 純真とかピュアさにこうテンポを崩されて、案外少年少女たちの思い通りに踊らされているわけですよ、動かされているわけですよね。で朝日が父親夫婦を殺してほしいと言い出してから、この映画の雰囲気がガラッと変わっていくんですよ。本作の最大のキーパーソン、これがね朝日でもサイコキラーの東でもなく、実はね夏希ちゃんなんですよ。唯一こう一点というかね、この3人の少年少女の女の子、夏希ちゃん、このまたね、この女の子がですね、この年代の少女特有の儚げな可愛らしさと危うさをにじませているんですよ。もう華奢で色白で見るからに幸うつそうなね、可愛らしい顔してるんですよね。でも根っから純真で純情な彼女は、好きになった朝日くんのためだったら何だってしてあげたいと思ってるわけですよ。そして朝日がお父さんと今のその奥さんね、殺してほしいと言った時、彼女自身が私がやるって申し出たんですよ。実際彼女は夫婦殺しの実行犯となります。いやまさかと思ったんですよ。まさかね、少年少女たちが本当に殺しを実行してしまう、いやそれないだろうと思ってて、いや最終的には失敗するとかね、殺すことはないだろうなと思っていたんですけど、やっちゃうんですよ。本当に殺しちゃうんですよ。それもこの夫婦悪い人間じゃないんですよね。ましてやお父さんの方は朝日に苦労させないようにと思っているね、朝日に苦労させない、経済的に苦労しないようにって準備しているめちゃくちゃ心優しいお父さんなんですよね。こんな痛いけな少女にそんなお父さんを殺させてしまうなんて、いやもうね、本作は子供だからってまるで容赦がありません。殺人計画を立てたのはサイコキラーの東で、実行したのはヒロシと夏希のこの兄弟なんですね。ヒロシと夏希は、兄弟とはなっているけど血はつながっていないんですよ。だけどこの実行したのはこの2人。じゃあ朝日はどうしていたのかっていうと、ほら実の父親が殺されるわけですから、彼が近くにいたらね疑われてしまうので、朝日だけは学校で授業を受けてアリバイを確保しているわけですね。
東は2人の死体、まあ殺したのは、この兄弟なんですけど、2人の死体の歯を折って、地中深く埋めることで、まあ、あらかじめ殺す前に穴をね深く掘ってあったんですけど、そこに埋めて完全犯罪が成立するかに思われたんだけど、そうはならないんですよね。もう早い段階、もう数日ぐらい、 2,3 日ぐらいで死体が発見されちゃうんですよ。え、だって地中深く埋めたサイコキラーの東がね、そんな発覚するような発覚するようなことなんて絶対しませんからね。え、地中深く埋めたのに一体なんで見つかっちゃったのか、散歩中の犬が見つけたということから、何者かが土を掘り起こして見つかりやすいようにしていたとしか考えられない。一体誰がやったんだと。で、そっからの急展開がとにかくすごいんですよ。まあこれはね、ぜひ映画を見ていただきたいんですけど、岡田将生さん演じるサイコキラーは絶対悪として描かれたキャラクターなんだけど、その上を行く絶対悪が存在したというわけなんですね。これもね、ちょっとネタバレ、もう本当にここからもう本格的なネタバレに入っているので、まあ、ここまでのネタバレが許せるっていう人はね、もうちょっとね、もうここから本当に本格的なネタバレになっていくんで、もう、ここで止めて見てない方はね、見る予定のある方はここで視聴止めていただいた方がいいと思います。よろしいですかね。じゃあここから本格的なネタバレに入っていきますよ。はい、サイコキラー東を上回る絶対役、東を上回るその上を行く絶対役は誰だったか、それがね、朝日くんだったんですよね。いやもうね、本作はミスリードが本当にうまいんですよ。特に朝日くんを演じた羽室仁成くん、彼のどことなく純朴で拙い演技が、これがね、秀逸なミスリードになってるんですよね。なんて純真な少年かと思いきや、いやこれがまた醜悪を超えたイーブルなんですよ、邪悪なんですよ。もうね、何から何まで全て計算づくだったんですね。いや、そこまで用意周到だったのかと、真相を語るシーンではもう驚かされるを通り越して呆れてしまうんですよ。サイコキラーの東も、もうガキだと、ただのガキだとバカにしていた少年の手のひらの上で踊らされていたに過ぎなかったわけですよね。で、用済みになればあっけなくこのサイコキラーも殺されてしまうんですよね。いや、むしろこのサイコキラー東はこの3人の少年少女を殺す予定で、まあ、実際、ヒロシと夏樹は殺しちゃうんですけど、殺したつもりになっていた朝日は死んでなくて、その朝日に、寝首をかかれるじゃない、首をねナイフで刺されて返り討ちになってしまうんですよね。で、ナイフを抜くと大量出血多量で死んじゃうよとかって、抜かなければ5分ぐらいは生き延びられるんじゃないって、その5分間を使って彼はね、そのサイコキラーの東に、真相を全て話すわけですよね。ところが真相を全て話し終わる前にサイコキラー東は、絶命してしまうというね。いやー、ここまでのね、真相がもう本当に胸クソなんですよ。序盤から中盤まで僕たちはどこか朝日くんに同情しながら、そして彼を応援しながら見守っていたはずです。皆さんも多分そうなると思うね。そうだと思うんですよね。朝日くん頑張れってね、なんとか朝日くんには幸せになってほしいなって、まあ、できたら夏希ちゃんたちも幸せになってほしいなって、そう思いながらね、どっかでサイコキラーの東をやっつけて自分たちは幸せに生きてくれよって応援しながら見守っていたはずだし、多分おそらく皆さんもそういう感情で思いでこの映画を見守ることになると思うんですよ。そうしたくなる魅力が羽村仁成くん演じる朝日にあるんですよね。いやー、何ですかね、この羽村仁成くんの、まあ、お世辞にも上手とは言えない、妙に拙い、でも彼の優しい人柄がにじみ出ているような演技やセリフ回しに、いや僕たちはね、僕は完全に騙されてしまいました。
そんな彼は夏希ちゃんのね、もう泣きたくなるほどのけなげな純愛ですら利用しやがったんですよね。最後は用済みとなった夏希すらも死なせてしまったわけですよ。いや、なんて野郎だと、なんてガキだってね、まあ、呆然としてしまったわけなんですけど、まあ、だけどここまでやってくれるとね、ここまでやっちゃうと完璧だと、いや、中学生ながらあっぱれという気持ちにもなれましたね。よくぞここまでおっさんを騙してくれたなと、完全に騙されたじゃねえかよと。しかしこの映画ね、ここで終わらないんですよ。さらにひねりが仕込まれてるのね。いや、それがね、貧乏くじを引いただけだと思っていた夏希ちゃんなんですよ。まっすぐで純真で素直に人の言うことを信じて聞く女の子。実は彼女はね、利用しやすいバカではありませんでした。バカじゃなかった。実は唯一今回登場するキャラクターたちの中で唯一彼女だけが朝日の本質と本性を見抜いていたんですよね。彼女はね、朝日の計画も目的も動機も全て見抜いていたんですよ。それでも彼女はいいと思った。どんな結果になろうと彼のために力になりたいと思ったんですよね。この世で、皆さん、この世で最大の愛って何だと思いますか？最大の愛、最高の愛って何だと思います？それはね、無償の愛、無償の自己犠牲だと思うんですよ。愛する人のためなら自分はどうなったっていい。彼女は真相、真理を知りながらもね、本質を知りながらもその顛末受け入れたんですよね。もうおそらく彼女は自分は最終的に彼に殺される、朝日に殺されるって多分分かっていたと思うんですよ。にもかかわらず彼女はその顛末を受け入れたんですよね。本当の愛なんですよ。そしてその夏希の遺書ですね、手紙、その後、手紙が家に届いて、その手紙がですね、こともあろうか、ここがねポイントなんですけど、朝日より前にその手紙を読んでしまったのが朝日の母親なんですよ。黒木華さん演じる母親がその夏希からのね、もう遺書とも言える手紙を読んでしまったわけですよ。そこにはね、真相が全て書かれていたわけですね。いや、その遺書を読んだ朝日のお母さん、いや、その思いは、彼女の思いは察するにあまりあるわけで、いや、もうね、もう胸がね、いや、めちゃくちゃ痛くなりましたよ。自分の息子がこうだったらなんてね、いや、もうね、受け入れられるもんじゃない。その母親ですら春日は殺そうとしましたからね。その時本当にもうためらいなく殺せるんですよ彼は。まだそうはしなかったけども、で、まあ母親大丈夫だと、まあ、十分脅したから大丈夫だと鼻歌交じりで買い物に出かけるこの朝日の姿を映したラストシーンですね。はい、そのラストシーンで、そこで最後彼はですね、刑事と、出会うわけですよね。その刑事はじっと朝日を見つめているわけですよ。なぜなら母親との会話ね、携帯電話でまあ盗聴されていたわけですよ。朝日の母親は携帯電話をその刑事につなげたまま朝日とね会話をして、で朝日はまあ真相を話してしまったわけですよ。つまり完全犯罪が成立するかと思いきや、もうね、完全犯罪がこれでもう大丈夫だと、これでもう俺は安全だと確信した朝日が鼻歌交じりで街に買い物に出かけている、ね、それはね、そのシーンはあれを思いましたよ。あのアラン・ドロン主演の太陽がいっぱいのラストですね。アラン・ドロンはね、最後にもう完全犯罪成し遂げた、やったーと思ってね、祝杯あげてるわけで、一人でね、太陽がいっぱいだ、幸せだって、俺はやってやったぜってね。でも全てを手に入れた友人の財産、そして友人の恋人すらも手に入れてしまって、もう美酒を味わってるわけですよね。で、友人のヨット、まあ、友人を殺したボート、ヨットをですね、陸に引き上げてみたら、なんとそのモーターに友人の死体が絡まっていたって、
何も知らないアランドローンは美酒に酔いしれながら、それを見たね警察官が、呼んでこいって言うわけですよ。店の店主に呼んでこいって。何も知らないねリプリーは、アランドローンは、笑顔でそれに応じて、まあ、絵が終わるわけなんですけど、まさにねそういう何ともね痛快ともいえる、ラストシーン、ここはねなかなかこうカタルシスがね、大いなるカタルシスを、感じることができました。この映画もそうなんですけども、はい、まあでもねとはいえですよ、まあ直接的な証拠がないから、まあさすがにね検察も起訴には持ち込めないと思うんですよね。あくまでも状況証拠とかでやっていくしかないから、まあ、果たして裁判で勝てるかどうかっていうとかなりね微妙なんで、不起訴処分になるんじゃないかなと思いますけどね。でこの映画ねエンドロールが流れるわけですけど、まあ、できたらですねエンドロールが終わるまで席を立たない方がいいと思います。これね意外なおまけ映像があるんですよ。まあ ぶっちゃけ、まあ、ここでもねちょっともう明かしちゃいますけど、それはゴールドボーイ2のタイトルがボーンと出てくるんですよ。続編あるんかいっていうね。いやめっちゃ楽しみですよ続編。いやー多分ね作り手もねこの段階でゴールデンボーイ2を掲げてるってことはもうこの映画に相当な自信があったんでしょうね。この映画をヒットする、絶対ヒットするっていう相当な自信があったんだと思いますよ。いやこのクオリティ、この出来栄えだったらその作り手が自信を持てるのもね分かります、納得ですよ。はい、いやそれにしてもね中国のこの作家、この原作者、ズー・ジンチェンさん、すごい小説書いてくれますね。日本でもね早川文庫から、上下巻で2冊刊行されているんで、いや原作ちょっとこれ読んでみようかな。そしてドラマ版もAmazon プライムで視聴できるので、いやこれもねちょっとねチェックしようかなと思ってます。まあ、もしね見たら鑑賞したら、こちらでまたね、レビュー動画上げようかななんてちょっと思ってたりするんですけど、はい、まあそんなわけでねこのゴールドボーイ、いやめっちゃおすすめですね。うん、まあ僕のレビューに共感してくれる方はですねぜひこの映画見てください。見なきゃ損かなと思うぐらいめちゃくちゃ面白かったです。まあ、個人的に岡田将生さんにとって今回の役がもう最高のハマり役、彼の今までの、履歴の中でね、まあ、役者としての、フィルムグラフィーっていうんですか、ラインナップの中でいろんな役を演じてきたと思うんですけど、いやこのサイコキラー東昇の役がですね一番の最高のハマり役だと思いましたね。この役はね岡田将生さんじゃないと演じられないと思います。彼のルックス、彼の雰囲気、空気ですね、彼がまとった空気、あれがないとこの役はね成立しない。もうそれだけ十分なね説得力をね持たせてる、いやすごい役者さんだなと思いますね。まあ、そんなわけでね僕の中では、岡田将生が演じるサイコキラーはハンニバル・レクターを抑えて、ナンバーワンになりそうです。はい、そんなわけでね、あそうそう、今この動画を作っているのが、3月8日今9時半ぐらいなんですけども、今あれなんですよね、日本アカデミーの発表、受賞発表の真っ最中なんでしょうね、今テレビでやってるんでしょうね。はい、というわけで、その結果がねある程度出揃ったら、僕の方でも日本アカデミー賞の動画作りたいと思いますので、皆さんぜひね、まあ、すぐに出そうと思うんで、もしかしたら今日2本動画これと含めて、深夜にまた1本出すかもしれませんので、そちらもぜひねチェックしてください。よろしくお願いいたします。以上ミステリー作家の七尾石でした。バイバイ。